続いては、手ごろな交通手段として利用が広がる電動キックボードについてです。JAF 日本自動車連盟は、電動キックボードの衝突実験の結果を公開し、注意を促しています。先月1日から改正道路交通法が施行され、最高速度が20キロ以下の電動キックボードであれば、16歳以上は運転免許なしで乗ることができ、ヘルメットの着用も努力義務となっています。この新たなルールを受け、JAF は電動キックボードが衝突した際の頭部にかかる衝撃について実験結果を公開しました。こちらは時速20キロで縁石に乗り上げ、頭から転倒した場合を実験した映像です。ヘルメットを着用していない場合に、脳や頭蓋骨の損傷度を示す数値 HIC は7766、 HIC は1000を超えると脳機能障害のリスクが出ると言われています。ヘルメット着用時と非着用時では HIC の数値は約 6.3 倍差が出ます。ヘルメット非着用時は、頭部に損傷する、リスクがかなり高まると思います。こちらは静止している自動車に衝突した場合の実験映像です。腕が先に自動車とぶつかったことで HIC は 12.8 でしたが、その後転倒した時に頭が地面に叩きつけられ HIC は6346に跳ね上がりました。気軽に乗れる乗り物になります。それゆえに安全装備に対する準備がおろそかになってしまう可能性があります。ヘルメットは努力義務となってますが、必ず装着して、運転するようにお願いします。